アーサー・シュスターアーサー・シュスターは、ドイツ生まれのイギリスの物理学者である。研究分野は文工学、電磁気学、工学に及び、太陽コロナと構成のスペクトルの研究や、周期分析の応用などで知られる。マンチェスター大学を、物理学研究のセンターに育てた。フランクフルトのユダヤ系の裕福な貿易商、銀行家の家に生まれた。両親は、ユダヤ教徒から、 キリスト教に改修した。1869年父親はマンチェスターで繊維の商売を始め、シュスターら子供たちも1875年にイギリスの国籍を取得した。フランクフルト、ジュネーブで学んだ後、イギリスの応援カレッジで文工学の研究を行った。ドイツのハイデルベルク大学でグスタフ・キルヒホフの下で1年学んだ後、博士号を取得した。 応援カレッジに戻り、無給の助手になった。実家の費用で材料や設備を購入して研究を進めた。さらに、ドイツでヘルム・ホルツラに学んだ後、1875年のタイでの日食観測に日食コロナのスペクトル観測のメンバーに選ばれた。マンチェスターに戻った後、電磁器の分野を研究し、キャベンディッシュ研究所で学生でも、 公的には研究員でもないという立場で5年間研究した。1881年に応援カレッジの応用数学の教授になり1888年に物理学の教授となった。1900年に新しい研究所を設立した。1907年に健康上の理由や国際的な活動のために教授の座を引退するが、公認のアーネストラザフォードの功績もあって、 マンチェスター大学は世界有数の物理学センターになった。シュスターの業績は文工学の分野で1897年にリュードベリの法則を独立して発見し、1905年にチャンドラセカールと恒星大気の吸収スペクトルの理論を作った。波形の周期分析を多くの分野に応用し、例えば CG ノットの地震発生の周期説を否定に用い、 太陽国点変動の周期を分析した。経済学者ジェボンスの景気循環と太陽国点の周期の相関の研究にも寄与した。1879年に王立協会フェローに選出された。すべて王立協会による。ありがとうございます。